今日も冴えてるぜ。久瀬川の戦いは島左近の見込み通りに西軍が勝利。西軍は士気を大いに上げる。西軍はこのまま勝ちを決定づけるべく、東軍はこの敗北を挽回すべく、決戦の地関ヶ原に参集する。西軍は兵数地の利ともに優勢だったが、左近は味方大名の不穏な動きに苦戦の匂いを嗅ぎ取っていた。やりがいがあるね。まっありすぎるのだ。第5話関ヶ原の戦い、俺の軍略狂いはないぜ。霧で視界が効かない。敵さんも戦場においでですよ。地の利は殿にありますな。味方が我らの下地に従い攻めれば敵は支えられません。ただ問題は家康がそこを承知で布陣してるってことです。堂々とね。つまり天の時と人の人の輪だと。奴に連なるのは理に群がるハエだ。人の輪も殿にあると。そうだ。金継ぐと俺で奴を強撃、雪村が上田にて新籠城を行い敵を揺さぶる。奴は我らの術中に。日の本を一つの戦場に見立てた誠に壮大な策。しかし画兵ですな。頼む左近、俺は勝ちたいのだ。まあ餅の絵面は分かりましたよ。その天下餅、左近がついて殿に差し上げることにしましょう。この戦は義戦である。全軍に命ず、勝利せよ。敵前線を殲滅し、家康を討て。いざ尋常に勝負。してまいる。さて殿を勝利に導かないとまずいんだが、家康の器量を俺の訓練が超えているかどうか。戦が乱れたところを大筒で打ち崩すのじゃ。大筒か。そうだね。まあこっちにも大筒があるんだ。中央に兵が集中しすぎだ。今から開始。事前に奇襲を。差し出た真似をするな。今島津は一切動かない。小早川の坊ちゃんは徳川に内通してるな。西軍が不利になると小早川が押されると。名のある武士とお見受けいたせ。押して参る。押して参る。敵将しとったね。さて、左近、頼りにしている。第二陣攻撃開始。三成を休ませるな。
いる。こんなもんです。よし、今ぞ。砲術打ち方始め。昨日に兵が集中しすぎた。ならば。東軍に呼ぶぜ。東軍に寝返ったものかな。小早川、まだ迷っておるのか。まずは小山から小早川を銃撃せよ。いざ戦わん。ですね。
ルシア本陣を落とします。が裏切りとは許さぬぞ。半蔵、松尾山より敵の裏をつけ。こんなもんです。
追いつきたい。家康を倒し、義の世を築くのだ。ざっとこんなもんです。
こたびの働き、左近に過ぎるものはないな。この戦いが終わったら大きく加増しよう。他の者をお引き立てください。俺が買われたのは六国ではない。不義を憎む殿の志にですよ。待て。同志と呼ばせてもらおう。越後の龍上杉謙信と甲斐の虎武田信玄、戦国時代を代表する二雄はこれまで三度戦を交え勝敗を決するに至らなかった。龍虎相討つ永禄4年、今度こそ決着をつけるべく両雄はまた川中島にて相まみえ、上杉の陣中には謙信の義と軍略に憧れ謙信の戦に刮目せんとする無名の若き士直江兼続の姿があった。謙信公は神の軍略を持つ。その強さの源、それこそが第一話川中島の戦い、義の勝利を。宿敵との決着をつける。我らは神速をもって八幡原へと向かう。宿敵遅い。宿敵スメ、本陣をねじ伏せろ。信玄が率いる戦国最強の武田家の軍団、謙信公はこの最強の軍団にどう対抗するのか。金継ぐの戦い、剣を読みしたもん。名のある武士とお見受けいたす。こちらしてみせよ。負けだ。元にあるものとして無様な戦いはできぬぞ。やりまするな。
彼らも続くぞ。宿敵、いつまでそこにいる。出てくるがよい。出てこいと言われると出とうなくなるの。下毛ぞ宿敵、闘争に戯れようぞ。善光寺から援軍か。さすが神の軍略を持つ男よ。ご注意を。
でそろそろわしも最高の手札を切ろうかね。三州浪人島左近、信玄公の軍略を学ばんがため水産捕まつった。島左近、大和にその人ありと知られた戦術か。誰がはるばる名を慕ってくるとは。信玄、さすがだ。いざ尋常に勝負。義と愛が戦う力をくれるのだ。敵将討ち取ったり。金継ぎの戦い、天も読みしたもうぞ。いざ尋常に勝負。撃ち取ったり。我らも続くぞ。再戦の日まで死ぬ。まだ戦うのか。おこととの戦いは骨じゃのう。正義は勝つ、ウニは栄えないのだ。川中島の戦いに上杉軍は勝利した。だが領有の私有を決するには至らず、謙信と武田信玄は再戦を約して別れた。一方中央では織田信長が謙信と信玄が火花を散らしている隙をついて、天下不武の旗のもと勢力を拡大していた。謙信は義の名のもと信長討伐を決意、侵攻する織田軍を手取川に吸収した。一方織田軍は森からの大雨により本隊の進軍が遅れ、信長が不在。先方の将柴田勝家と羽柴秀吉は不和により統制を欠きつつあった。
不を指揮、恐怖で乱世を支配する魔王、命から思い知るがよい。第2話、手取り川の戦い。義の勝利を。織田信長は大雨のために到着が遅れている模様。現在柴田勝家が指揮を取っているようです。信長なき織田軍など受け入れは妻あるとさになりそう。押して参る。この場所では我らが有利。進め。死に呼ばれる兵士の力攻めと。頭顔でうるさいわ光秀。己の力も測れぬ。敵将討ち取ったり。我らも続くぞ。いざ戦場に勝負。いざ戦わん。俺は総動士を引き継がせ、いでなく恐怖で立してきた。結果、敵の一部は不安。なき敵は恐るるに足らず。敵将、撃ち取ったり。兼次の戦い、天を読みしたもの。天を味方につける。敵将、撃ち取ったり。ありませんな。動いたか。よし、わしの力見せてくれ。総大将自ら先を行く。失敗。イノシシ武者は捨てられた。撃ち取ったり。金継ぎの戦い、天も読みしたもんぞ。戦わん。
強を討ち取ったり。金継ぎの戦い、天も読みしたもうぞ。大殿、申し訳ございませぬ。信長なき織田の不甲斐なき。剣士、待たせ。来た。信長、闘争の竹だ。全軍、織田本陣を狙え。来る。こっちも総力戦じゃ。負けんなよ。我らも続きます。全ては信長様のため。
天も読みしたもの。この地を守る。少しは闘争を楽しめた。だが宿敵の戦とは比べてくもないだ。これは私の勝利ではない、イの勝利だ。